木急増ラーメン気急増ラーメンとは、落語家の林家菊王が運営する、トヨタアートによるラーメン事業である。自宅調理用ラーメンの販売及び、他店舗へのラーメン商品の提供を行う。かつては、全国ラーメン等の屋号で、ラーメン店の経営も行っていた。なお、本項目では気急増と名乗っていた時代も含め、菊王と記す。1982年に菊王と、 横山康氏が全国ラーメン島を結成したことを機に販売を開始した。全国ラーメン島の店舗は最盛期には約27店舗あり、スペインバルセロナにまで支店を出したが、東京都渋谷区の代々木駅西口の店舗を残して2012年までにすべて閉店し、代々木駅西口の店舗も2015年5月29日に閉店した。2017年現在は、 岩手県岩手郡雫市町にあるホテル森の風内にあるレストラン、麺ところ森の蕎麦屋にて食べることができる。このほか、居酒屋チェーンの養老の滝一部店舗で限定メニューとして登場したことがある。現在は通信販売や関東地区の主要施設での土産物といった自宅調理用商品がメインとなっており、東京土産ランキングナンバーワンになったこともある。 菊を一門の寄せや、独演会などで弟子が販売することもある。目指すところは、昔懐かしい中華そばであり、麺は、中力粉と強力粉を混ぜた縮れの細麺、スープは、関東で好まれる醤油をもとにしたあっさり味である。木久蔵は2007年9月に、初代、林家菊王を名乗り、息子の菊王が2代目、林家菊蔵を襲名したが、 気球像ラーメンの名称はそのまま継続された。本人曰く襲名すると印刷代が約70万円かかり高くつくからとのことだが実際にはその後何度かパッケージデザインを変更しているためネタと思われる。表には林気球像ラーメンと記されており球王またはクラマテ天狗を元にしたラーメン天狗ンというキャラクターが描かれている。二千八年には おやつカンパニーが発売するベビースターラーメンに林家菊蔵ラーメン味が登場している。2009年には横浜開港150周年、開国博愛150との協業で林家菊蔵横浜ラーメンが登場している。現在は福岡県の株式会社マールイテーブルが菊王とライセンス契約し製造、販売をしている。 初代気球像時代に発売されたものは気球像のまま、菊王襲名後に発売されたものは菊王となっている。商店の大切では、林や菊王のネタとして、まずい。菊王の弟子は気球像ラーメンの販売員。食べたら腹を壊した、一と食いワニに食べさせたら、ワニが即死した味覚の破壊などと茶化されることがある。また、自身も返品が多い。 みんなが悪く言うおかげで売れなくなった。久々に客が来たと思ったら保健所の調査員だったと自虐することもある。2017年以降は、同じ商店メンバーの林家太平が本製品に対抗して秩父太平カレーを発売したことから、両者の罵倒合戦が繰り広げられるようになった。まずいや、返品は、あくまで商店の大切手のネタである。 1999年元日放送の特別版、商店初心大入り工業内の企画、商店正月スペシャルバスツアーで、上述の代々木駅西口の店舗を、商店メンバーが訪れた際には、食中としても知られる、林家昆平が、本当にうまいものっていうのは喋ってる暇がないよと、絶賛した。立川男子は、講座で、あいつはね、 落語うまくないけどラーメンはうまいよと評している。香山雄三は、行列のできる法律相談所出演の際に試食し、俺はうるさいと前置きした上でうまいと絶賛している。気球像ラーメンがまずいというネタが始まったのは、林や菊王が中華料理人とラーメン作りで対決の際、茹でる麺をこぼすなど、 うまくいかず、散々な目にあったことが始まりで、その後も、上実の、スペシャルバスツアーで、麺の上にアイスクリームを乗せて、黒蜜で食するという新メニュー等を紹介して5代目、三遊亭窓科学やカツラ歌丸らから、酷評されたからであり、従って本当にまずいのは、林家菊王本人が作ったラーメンのこととされる。また、2015年に放映された、TV 番組、 しくじり先生俺みたいになるな。にて、商店で、気球像ラーメンは、まずいという話が出るのは、家にある分が切れたから送ってくれという合図だという、話が語られた。2001年に、菊オが、ザフトン10枚の商品で、自分の好きな番組を制作できる権利を獲得した際、菊オが、海外で、気球像ラーメンを出店させたいと言ったため、 タイで気球像ラーメンを出展させた。この様子は日曜スペシャルで気球像ラーメン引退として放送された。2005年11月20日放送の焦点では、菊オが大喜利の代理司会を務めた際の一問目で気球像ラーメンがもっと売れるように素晴らしいアイデアを皆さんで考えるというお題が出され、メンバー全員に実物が配られた。 しかし、全員から、無理、三杯食べたら二杯ただにする、パッケージに、ただとかく、亭主を毒殺したいと思っている女性にだけ売る、死刑を廃止してこのラーメンを食わせる、竹部幹事長に食べさせて安全性を PR する、などと散々な回答を返された上に、最後は、三遊亭楽太郎が、客席にラーメンを放り捨ててしまい、怒った菊王から座布団を全部没収される羽目になった。 2007年以降に全国の食品会社で賞味期限偽装問題が発覚した際、メンバーや菊王自身から黄色い恋人、ラーメンの不合成のスイーツは赤服、賞味期限ラベルの貼り替え、売れ残りを焼きそばにして、再出荷、サービスの販イスも自己前など、食品偽装が問題となった品と関連付けられたネタが多数登場した。また、 ミシュランガイドの東京版が発行された際には、ミシュランの取材は来ないが、保健所の人が調査に来たと、キクオ自身がネタにしていたこともある。言うまでもなくこれらはいずれもネタの範囲の話である。キクオの元、弟弟,弟子である三遊亭幸楽からは、弟子たちが、キクオから得るものはないが、売るものは、いっぱいあると散々言っていたとネタにされたこともある。売るものとは、 もちろん、気球像ラーメンのことを指す。菊王が、ザフトン10枚獲得の商品で、トルコ共和国、カッパドキアに行き、そこでシャラの絵付けを行った際、木球像ラーメンを食べるカッパを描いており、菊王自身が、カッパの頭の部分のカツラをかぶり、それを鏡で見て、モデルとして描いていた。この絵つけ皿は、視聴者への贈り物となっている。商店メンバーではこのか。 六代目、三遊亭円楽も、円楽腹黒ラーメンという商品を発売している。二千十七年に、ダイムで両者の比較調査が行われ、味の濃厚さ並びに、麺の歯応えにおいて、いずれも、円楽腹黒ラーメンを下回る評価となった。二千十九年三月の報道によると、木久し戦一門には入門試験らしきものがあり、それは気球造ラーメンを一日でどれだけ、 販売するかというものである。林やキリンは1日に1人で売る平均個数が60個程度のところ初日に1日で新人の記録となる247個を売り、キクオはこれに関心して入門を許可したという。ありがとうございます。